しぶりの闇市場、今回はどんな商品が売ってるのか楽しみなのさ。確か前回来た時は暴走が多かったんですよね。今回はとんでもない恐ろしいアイテムが売ってることを期待します。とんでもない恐ろしいアイテム、例えばどんなアイテムなのさ。そうですね、世界中の幸せな奴らの幸せを一瞬で壊せるボタンとか。恐ろしすぎた。それじゃあ早速チェケラするのさ。ここには何が売ってるのかな。アクセサリーや変わった果物が置いてますね。お、あっちにはクリスタルか。別に値こういうの興味ないな。他の売り場はどうでしょう。こっちはコップとか壺。今回の闇市場はジャンルがバラバラなのさ。さてと、こっちはどうかな。ほんと謎の玉、魔法グッズですかね。なんかどれもしっくりこないな。お、ここだけ商品の雰囲気が違うのさ。袋に何か書いてますね。福袋。破壊シンクロエサマシッポの妖精様いらっしゃいませ。この袋には何が入ってるんだい？福袋ですから中身は買ってみてからのお楽しみですよ。お楽しみ？そんなめんどくさいこと言わずに教えてほしいのさ。教えちゃうと福袋の意味が。クロエ様わがまま言っちゃダメですよ。福袋ってそういうものなんです。破壊神の値にすら教えられないってのかい？あーもうわがままだな。じゃあその福袋買って帰りましょうか。他に気になる商品もなかったしちょうどよかったです。これで中身がわかる。ご機嫌になってよかった。福袋の中身が気になる人はチャンネル登録と高評価よろしくなのさ。ベルマークを押して通知もオンにしてくださいね。ということで福袋を一つ。ありがとうございます。お支払い方法はどうされますか？お父様のクレジットカードで。破壊神様のカード？怒られないんですか？あたいがお父様のカードを勝手に使うわけないじゃん。お父様から使っていいよって渡されてるカードだから問題ないのさ。破壊神様ってクロエ様に対して厳しいのか甘いのかよくわからない。あんたのおかげでいい買い物ができたよ。じゃあねー。何が入ってるのかな。クロエ様楽しそうですね。あたい福袋って初めて買ったのさ。だから今すごく楽しい。それはよかった。お、これはなんだ。赤いボタン。もしかして世界中の幸せな奴らの幸せを一瞬で壊せるボタン。そんなことある？あ、説明書が入ってたのさ。何々ふむふむ。どれどれふむふむ。なんだ、しょうもないおもちゃなのさ。まあ福袋ですからこんなもんですよね。他にも色々入ってるけどどれも大したことないのさ。ああ、楽しみにしてたのに残念。でも暇つぶしにはなったし中を見るまでのワクワク感は楽しかったのさ。それじゃあお腹も空きましたし帰りましょうか。今日は何食べよっかな。私闇鍋がいいです。闇鍋だけは絶対に嫌。ああもう嫌やー。編集データ飛ぶしスマホ壊れるしニキビできるし最悪。最悪の中の最悪。最悪オブ最悪。最悪アンド最悪。私の人生最悪すぎる。はぁ、もうこんな人生嫌やー。こうなったら予定変更。今日は休んでとことん好きなことをするんよ。そうでもしなきゃこのイライラは収まらないね。よいしょ、よいしょ。あ、星野や。ゆりかちゃんお出かけるですか？今日はもう何もやる気が起きないんよ。だから仕事は中断。ちょっと適当に出かけてくる。星野も一緒にお出かけるのです。今の私はとおおってもイライラしてるんよ。データは飛びスマホは壊れニキビ爆弾。このイライラで世界を滅ぼすかもしれん。世界を滅ぼす？だからごめんやけど今日は一人でお出かけさせて。また今度一緒にお出かけしようね。わかり申した。それじゃあ行ってきます。ゆりかちゃんが世界を滅ぼす。世界が終わってしまうかもしれぬ。世界が終わる？突然何を言い出すんだ。星野に悪いことしちゃったな。でもイライラしてる時に誰かといると八つ当たりしちゃうかもしれんからね。こういう時は一人でいた方がいいんよ。明日にはイライラも落ち着いてるやろうから明日星野とカフェにでも行こうかな。あ、神社や。そういえば霊夢が毎日ここの神社に来てるんやっけ。私の不幸続きの人生を変えてくださいってお願いしてみようかな。神様どうかこの不幸な私の人生を救ってください。神様。神様といえばクロエちゃんとシロナちゃんも神様やからここに小泉二人にお願いすればよかったかな。ダメダメ、余計なこと考えたらここの神様が混乱しちゃう。よし、これでオッケーっと。これできっと私の人生は変わるんよ。よかったよかった。人生やり直したいですか？え、今誰か私に話しかけた？こっちですよ。後ろから声がさわ、びっくりした。あなた人生を変えたいんですか？はい、私って不幸続きの人生で、今日はその不幸が大爆発して超不幸なんです。そんな人生を変えたくて神様にお願いしてたところです。そういうことでしたか。それはとても大変でしたね。でも本気で人生を変えたいなら神頼みしてる場合じゃないですよ。神様に頼んでる暇があったらもっと努力しろとか、そういうことを言いたいんですか？今の私は不幸続きでめちゃくちゃ落ち込んでるんで、
です。申し訳ないんですけど、そういう話を聞く気にはなれません。いいえ、そういうことを言いたいわけではありません。人生を本気で変えたいなら今すぐ変えるべき。私はそうあなたに伝えたかったんです。今すぐ、そりゃあ今すぐ変えれるなら変えたいけど、そんなの無理なんよ。それが無理じゃないと言ったら？え？これは人生リセットボタン、ポチッと押すだけで人生をやり直せます。人生リセットボタン、アニメとかで見たことあるんよ。ほんまに存在してるなんて。どうします？今なら特別に使わせてあげますよ。使わせてくれるん？人生をリセット、うまくやればハッピーな人生を送れるはず。それじゃあお言葉に甘えて使わせてもらおうかな。はい、きっと素敵な人生になりますよ。では早速ボタンをポチッと。ポチッとな。あれ？何も起きないんよ。ニコニコしながら寝てるわ。きっと楽しい夢を見てるんだ。そうね、でもそろそろ起こさないと。誰の声？あ、起きたみたいだぞ。うるさくしてごめんね。でもそろそろミルクの時間よ。ミルク？何を言ってるんやろ。は、これはもしかして人生リセット大成功？やった、リセット大成功なんよ。あらあら、寝起きなのにとても元気ね。元気なのはいいことだ。そうね。私は今赤ちゃんか。で、この人たちが私のママとパパ。私のママとパパってこんな人やったっけ？うん、思い出せない。まあでも前の人生のことなんてどうでもいっか。ハッピーになるであろうこの人生のことだけ考えるんよ。さっきからずっと何かを言いたそうにしてるわね。そろそろおしゃべりするんじゃないか？さすがにまだ早いわよ。私の喋ってる言葉は通じないみたいやね。ゆりか起きたの？今起きたところよ。女の子？ゆりかおはよう。お姉ちゃんと一緒に遊びましょうね。ゆりかは今からミルクよ。遊ぶのはミルクを飲み終わってから。はーい、なるほど。この子は私のお姉ちゃんか。お姉ちゃん、私お姉ちゃんいたっけ？なんか記憶が曖昧なんよな。まあいっか、この人生のことだけ考えとこ。こうして私の新しい人生はスタートした。ママもパパもお姉ちゃんもすごく優しい。不幸なことなんて一つもない。最高の人生。最高の人生？私は一体何を言ってるんやろ。今日はママもパパも出かけてて帰りが遅くなるって言ってたね。お姉ちゃんも部屋にこもってるみたいやし、あれをやるなら今日しかない。そうと決まれば急がなきゃ。パパとママが同時に家にいないことなんて滅多にないからね。このチャンスを逃すわけにはいかないんよ。よし、お姉ちゃんも部屋から出てくる気配はないね。目的地到着。パパが昔このレバーを押して本棚の奥に行ったのを見たんよ。ママに聞いてもパパに聞いても絶対に入るなとしか言われないから、こういうチャンスが来たら秘密を暴こうって決めてたんよ。すごくワクワクしてきたんよ。どんな秘密が隠されて？え？何この部屋？エンド？これってどういうこと？合言葉をどうぞ。お姉ちゃん、合言葉って何？っていうかこの部屋は一体何なん？今回の人生のエンドポイントは秘密の部屋。合言葉をどうぞ。人の話聞いてる？合言葉が違います。リセット。ニコニコしながら寝てるわ。きっと楽しい夢を見てるんだ。そうね、でもそろそろ起こさないと。誰の声？あ、起きたみたいだぞ。うるさくしてごめんね。でもそろそろミルクの時間よ。ミルク？何を言ってるんやろ。は、これはもしかして人生リセット大成功？リセット？リセットって何のこと？あらあら、寝起きなのにとても元気ね。元気なのはいいことだ。そうね。私は今赤ちゃんか。で、この人たちが私のママとパパ。私なんで当たり前のこと言ってんの？なんか今日の私変。さっきからずっと何かを言いたそうにしてるわね。そろそろおしゃべりするんじゃないか？さすがにまだ早いわよ。ゆりか起きたの？今起きたところよ。お姉ちゃん、ゆりかおはよう。お姉ちゃんと一緒に遊びましょうね。ゆりかは今からミルクよ。遊ぶのはミルクを飲み終わってから。はーい、お姉ちゃんはいつも優しいな。私もお姉ちゃんみたいな優しい人になりたいんよ。はぁ、毎日暇やな。小さい頃はおもちゃで遊んだりゲームしたりして楽しかったけど、この年になるとさすがに飽きるな。外に出て遊べたらいいんやけど、外には出るなってママとパパから言われてるんよね。はぁ、一度でいいから外に行ってみたいな。ママとパパだけ外に行ってずるいんよ。そういえば今日はママもパパも出かけてて帰りが遅くなるって言ってたね。お姉ちゃんも部屋にこもってるみたいやし、外に出るなら今がチャンスなのでは？ママとパパが帰ってくるまでに戻れば大丈夫やんね。ワクワクしてきた。っていうか外に出ちゃダメだってことが当たり前で育ったけど、なんで出たらあかんのかな。外は危険だとか出たら終わりだとか、いつもよくわからないこと言われて結局わからんのよね。え、何ここ？ここが私が住んでる世界？私の家以外何もないやん。私こんなところでずっと生活してたん。初めて外に来たけど異常な空間っていうことだけはわかるんよ。何この看板？エンド？合言葉をどうぞ。お姉ちゃん、合言葉って何？っていうか家の周りがこんな場所ってお姉ちゃんは知ってたん？今回の人生のエンドポイントは外。合言葉をどうぞ。人の話聞いてる？合言葉が違います。リセット。合言葉、リセット。
ご飯。落ち着け。落ち着いた。ご飯もうちょっとでできるから待ってね。それにしてもゆりかちゃん遅いわね。確かに、世界を滅ぼすとかなんとか言ってたんだっけか？うむ、ニキビで世界を滅ぼすと。それ本当なの？本当の本当です。スマホに連絡しても返事がないんだよな。あ、スマホは壊れたって言ってました。壊れたの？それじゃあ連絡手段がないんだぜ。困ったわねー。私ちょっと探してこようかしら。私も一緒に行くんだぜ。ご飯は？ご飯とゆりかどっちが大事だ？ご飯とゆりかちゃん。そこは悩まないでほしいな。ほら、星野も一緒にゆりかを探しに行くぞ。ゆりかちゃん捜索隊出動なのです。と言っても一体どこを探せばいいのかしら。ゆりかが行きそうなところといえばカフェとかカラオケか？それぐらいよね。でもカフェはこの時間閉まってるし、この辺りにカラオケはないはずよ。困りました。とりあえずいつもの公園あたりに行ってみるか。そうね、行ってみましょう。隊長、公園に着きました。誰が隊長？ゆりかちゃんは？おらぬ。ダメか。こうなったら街全体を探し回るしかないわ。ああ、徹夜してでも絶対に見つけるんだぜ。星野お腹ペコちゃんだけど頑張る。あ、神社だ。ゆりかちゃんが見つかりますようにってお願いするのです。そうね、みんなでお願いしましょ。身近に神様がいるんだからこんなところでお願いしなくても。そう言われると確かに。シロナちゃんにお願いした方がいいかな？およ、あそこに誰か倒れてる。あれゆりかちゃんよ。何ですか？ゆりかしっかりしろ。ゆりかちゃん。お返事なし。息はしてるな。気を失ってるというか熟睡してるように見えるんだぜ。確かに、とはいえ起きる気配はないし万が一何かあったら大変だ。とりあえず病院に連れて行くか。そうね、私病院に電話してみる。もしもし、神社で友達が倒れてて気を失ってるんです。今からそちらに連れて行ってもいいですか？え、それは困ります。はい、はい、はい、わかりました。お困りですか？今患者さんがいっぱいでダメだって、別の病院を紹介されたけどここからかなり遠いの。なんでこんな時に。困りました。あ、そうだ、シロナちゃんにご相談するのはどうですか？そっか、私たちには神様がいるんだった。なんでもっと早く気づかなかったんだ。展開に行ってる時間はないから電話してみるんだぜ。あいつまたスマホ置きっぱなしだな。ゆりかちゃんを連れて展開に行く？そうするしかないか。ブラック星野さんにお電話するのはどうですか？星野天才か？コンペイトーいっぱいあげちゃう。コンペイトー祭り、ブラック星野さんにお電話と、ブラック星野です。あ、出てくれた。ふむふむ、ふむふむ。なんですと？シロナちゃんに伝えて瞬間移動ですぐ行くのです。どうだった？瞬間移動ですぐ来てくれるみたいです。ブラック星野がしっかりしてる子でよかった。皆さんお待たせして申し訳ありませんの。シロナちゃん。今日はブラック星野さんもいる。ユリカの帰りが遅いから心配して探してたらここにいたんだ。気絶してるというか寝てるような感じなの。なるほど。これは何かの力で眠らされてますの。それもかなり深い眠り。何かの力って何なんだ？そこまではまだ、この辺りに怪しい人物や怪しいものはありませんでした。ここでゆりかちゃんを見つけてすぐ電話したから、まだこの辺りを見回ってないの。そうでしたの。ゆりかちゃんのことはブラック星野ちゃんに任せて、少しこの辺りを調べてみましょう。ああ、わかったんだぜ。ブラック星野さん、ゆりかちゃんをよろしくです。お任せください。あくまで私の勘ですけれど、きっと近くに原因となる人か物があるはずですの。注意深くこの辺りを探索してみましょう。わかり申した。建物の中は特に怪しいところはなさそうね。ですです。となると外か？よし、お外もうろうろしてみるのです。怪しい人、怪しいもの。神社をぐるっと見回ってみたけど特に何もなかったな。そうね、あと見回ってないのはこの辺りぐらい。私の勘違いだったのでしょうか。およ、なんかあそこに紫のモヤモヤがあります。ほんとだ、あそこだけなんか変よ。チェケラしてみるのです。これは一体なんだ？ボタンからモヤモヤが出ている？どこからどう見ても怪しさプリプリ。プリプリ？間違いありません。ゆりかちゃんが眠ってる原因はこのボタンですの。じゃあこれを壊せばいいんだな。ダメだ、壊れる気がしない。なんなのこのボタン。畜生、一体どうしたらいいんだ？シロナちゃんの力で可愛いボタンに作り変えれないですか？作り変えることは簡単ですの。ですがこのボタンが原因でゆりかちゃんが眠っているので、作り変えることでゆりかちゃんに何か影響が出てしまうかもしれません。私はこのボタンを元に作り変えるわけですから。よくわからぬふむふむ。とりあえず作り変えるのはやめてた方がいいってことだな。じゃあやっぱりどうにかして壊すしかない？そうですね。クロエちゃん破壊してくれないかな？クロエ？その手がありました。星野ちゃんナイスですの。コンペイトー祭り第2弾。それでは早速。おかしいなぁ、この辺に置いてきたと思ったんだけど、誰かが拾って持って帰っちゃったのとはびっくりした。クロエ、破壊のお時間ですの。破壊のお時間？
さあ、このボタンを破壊してください。あたいが探してたボタン。え？もしかしてあなたがユリカちゃんを眠らせましたの？なんで急に怒るのさ。もしかしてこれのせいでユリカが眠ってるのかい？そういうこと。クロエちゃん、これは一体何なの？これはあたいが闇市場で買った福袋の中に入ってた人生リセットボタンなのさ。人生リセットボタン？なんだそれ。名前の通りボタンを押せば人生をリセットできるのさ。でもこれはただのおもちゃ。実際にはリセットできずにリセットしてるような夢を見れるんだってさ。だからユリカちゃんは眠っているのね。そういうこと。でもおもちゃだからって使いすぎるのは良くないみたいじゃん。長時間使うと夢と現実の区別がつかなくなったり、記憶が混乱するみたいじゃん。それは大変。早く起こさなきゃ。ユリカちゃんの目を覚ます方法はありますの？ああ、説明書に合言葉が書いてるのさ。夢の中に出てくる案内人にその合言葉を言えば夢は終わる。なんだ、わざわざボタンを壊さなくてもいいのね。ではその合言葉を教えてください。忘れたのさ。あなたを団子虫に作り変えましょうか？こんな神様嫌だ。っていうかもしあたいが合言葉を覚えてたとしても、ユリカに伝える方法がないから意味ないのさ。確かに。じゃあやっぱり破壊ですか？そういうことになりそうだな。なぜこのボタンがユリカちゃんの元に渡ったのかわかりませんが、クロエが買ったものならクロエが責任を持って破壊してください。別に破壊しないとは言ってないじゃん。それじゃあサクッと破壊するのさ。はい、終わり。あっという間でした。なるほど、そういうことやったんか。だからお姉ちゃんが何回も合言葉を聞いてきてたんやね。多分そいつが案内人ポジションだったのさ。ところでなんでユリカちゃんは人生をリセットしようと思ったの？不幸が重なってイライラしてたところにこのボタンを持った人が現れたんよ。で、つい勢いで使っちゃった。そのボタンを持ってきたやつってどんなやつなんだ？フードをかぶってて顔が見えなかったんよ。だからどこの誰なのかさっぱり。そういう怪しい人から勧められたものは使うべきじゃないんだぜ。はい、以後気をつけます。星野はゆりかちゃんがいない人生は嫌なのです。私もやっぱりこの人生が大好き。ですから何と言ったらわかりますの？あんなわけのわからないものを売るなと言ってますの？ですから説明書を読んで使えば楽しめるアイテムなんですって。説明書を読まないと夢が終わらないボタンなんておかしいですの。だからあれはただのおもちゃなので。あなた団子虫に作り変えましょうか？あれじゃあただのクレイマーなのさ。そろそろ帰りません。